お疲れ様です。ラフチャンネルのリノです。今回ですね、なんとサムネ見た方はね、大体の方が分かったと思うんですけど、レオパのですねフルブラックナイトを今お迎えしましたって言うと思ったでしょうお迎えはしておりません。はい、レオパのねフルブラックナイトをですねユーカファームさんのところで見させてもらいました。初めてね、生でフルブラックナイトをね見てきまして、めちゃくちゃすごかったですね。なんかね、ちょっとこう色が暗めのなんかブラックナイトとかって言ってるやつは、まあなんかイベントとかでチラッと見たことあるんですけど、あそこまで真っ黒なね、もうほんとトータルブラックナイト、フルブラックナイト初めて見ましたね。ということで本日はユーカファームさんのところで販売していたフルブラックナイトをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは本日の動画行っていきましょう。どうぞ。皆さん見てください、真っ黒、なんか黒すぎて何も見えないですね。こちらブラックナイトというね、レオパのモルフになるんですけど、ここまで黒いのはね僕見たことないです。すごいですね。メガネストティックラインの最も黒いラインですね。まあ、ブラックナイトです。ブラックナイト。ブラックナイトって元はといえば何のモルフからどんどん作られたんですか？ハイエローですね。あ、ハイエローなんですか？そうですね。ハイエローの黒系をどんどん掛け合わせて作ったって感じですかね？そうですね。まあ、原種からの。いや、すっ。野生種からの。すごいなぁ。そうですね。一番、まあ、黒い個体が。選別交配されて、これあれですね、フルブラックって言ってもいいぐらいのモルフじゃないですか。フルブラックですね。すごいな。他のところでトータルブラックでも言われてますよ。トータルブラック。そうですね。ダークバンドがないブラックナイトですね。そうですね。いや綺麗だな。やばいなこれ。うわぁ、すごい。これ、うわ、この子もすごい。これが2匹。これ、ペアですか？メスですね。2匹ともメス。そうですね。まあ、ブラックナイトは、メスは一般的に、オスより、まあ、黒いですね。あ、メスの方が黒くなりやすいんですか、ブラックナイトは。そうですね。知らなかった、それは。しかも、オスは一般的に、まあ、黒と言っても、やっぱり、少し、まあ、柄が入ってる、そんな感じに。ああ、柄が透けるような感じの、本当もう濃ゆい真っ黒にはならないと。そうですね。メスの方が黒いんですね。初めて知りました、そういう情報とか。それでも、もうこれ黒くて何撮ってるか分かんないもんな。オスのブラックナイトは高いです。ああ。ちょっと見えてても、フルブラックさ、レベルだと、メスよりは結構高いです。ああ、ちなみに今、この子たちって、おいくらぐらいで販売されてるんですか？30万ぐらいですね。30万？はい。もうなんか、一般のサラリーマンの給料ぐらい。すごいっすね。まあ、でも、このサイズを、買うと、色変化しないので、安心です。あ、確かにね。しかも、即戦力ですね。ああ、即戦力でもう色変化しない、もうこのカラーってのが分かった状態で購入できるっていう、まあ、そういったメリットがあるってことですね。はい、いいなあ、2匹で60万か。なんかちょっと、とんでもない世界に入り込んでしまってるような気がするな。すごいなあ。解読だと思いますよ。そうですよね。だからこんなフルブラックというかトータルブラックで30万ってまあ、安いっちゃ安い方ですよね。オス持っていればすぐ使えますし、確かにオスがいないといけない。別途オスで注文でもできます。あ、ユーカファームさんの方でオスを取り寄せすることもできるんですか？はい。へえ。じゃあブラックナイト買うんだったらもうユーカファームさんお願いしたら早いじゃないですか、ブリードする場合は。よろしくお願いします。すごいな。いやー、かっこいい。なかなかね、ブラックナイトなんて、ゆっくり見る機会、皆さんないと思うので。ロゴに、ブラックナイトを載せてますので、うちはブラックナイトが強いです。確かに、ブラックナイト刀持ってるじゃないですか。はい。かわいい。てか、ユーカファームさんロゴかわいいっすよね、本当に。うちはブラックナイトが強いです。なるほど。まあ、
説得力しかないですね、これ見ると。えぐいな。うわ。すごい。まあ、ということで、今日はね、ブラックナイトが見れるということで撮影させてもらってますが、欲しい方がいたらね、一応、販売されているみたいなので。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。気になる方はぜひね、お問い合わせしてみてください。いやー、まあ僕もね、気になるんですけど、さすがにちょっとね、なかなか厳しいな。ぜひ、うちはいけるぞと。ブラックナイト家で増やしたいぞという人がいたらね。まあ、ヤングサイズもベビーサイズもおりますので。あ、今ここにいるやつだけじゃないんですね。はい。まあ、これよりは、まあ、お安く提供できます。マジですか？まだ隠し持ってるんですか？ブラックナイトは。ここに連れてきてるやつだけじゃないんですね。はい、そうですね。いやー、ちょっと、やばいですね。どんだけブラックナイト強いのかっていうのが。いやー、綺麗だなー。金親は全部オランダの、まあ、ブリーダーからの、本家からの仕入れしたの、まあ、個体たちですね。オランダなんですか、これ。そうですね。本家はオランダの方です。本家オランダなんですね。やばいなやばいわ、ほんと、めっちゃ綺麗。このなんか、側面の若干の残ってる黄色さもまた美しいですね。はぁ、綺麗だななんか、白飛びしても、レオパ自体が真っ黒なんで、もうむしろ逆にレオパしか見えなくて綺麗ですね。そうです。白飛びしても。いやー、にしてもすごいですね。やっぱり、ブラックナイト。まあ、ハイエローと言いますか、まあ、原種のメラニスティックがより強い個体、要はその、黒に近い個体同士をね、どんどん、選別交配していって、で、最終的にね、この、真っ黒のブラックナイトまで到達したと、まあ、そういったね非常に長い年月をかけてね作り出されたモルなんですけれども、やっぱりかっこいいですね。パッと見ね黒すぎて何がどこにあるのか見えない、本当に影みたいで、よく見るとねこうダークグレーのような目がね輝いててね、めちゃくちゃかっこいいですね。ちょっとね感動しました。初めてブラックナイト生で見ました。まあ、ということでね、ぜひ欲しい方いましたら、お問い合わせしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ホワイトアンドイエロー。かわいい。ストーンウォッシュっていう、オス。30で劣勢の遺伝子が入ってる。